係員が離れますスタートしましたほぼ揃いましたさあ先行争いです まずは内で3番アスクドラメンテいいスタート外から押して押して14番コルドン・ルージュ内にコースを取って先頭に立ちます2番手には3番アスクドラメンテ外に並ぶ12番の名将三河すっと今単独2番手外から15番の大勢スラッガー3番手に上がってアスクドラメンテは4番手それに13番のダッチマンが並んでいって間から7番のラインオブソール10番アルムブラーブースの外1コーナーのカーブ 花に立ったのは14番コルドン・ルージュリードは1シン2番手12番名ミ三ワ1馬身差3番手15番大勢スラッガー1馬身内から3番アスク・ドゥラメンテ外並ぶ13番ダッチマン1馬身半差内からは7番のラインオブ・ソウルで向こう上面外差がなく10番のアルム・ブラーブそれから1馬身5番ロスコフ外から半馬身差8番のホウオウウウフージンさらに4番リバプールタウンが並んでかわしていきますその後ろ1馬身差 9番のインベルシオン、外には11番のレプン・カムイの追走で残り800を通過、1000m は61秒7で通過、そしてその後ろには3馬サ査1番バファルダールが外、内は2番のドライゼ、最後方3馬サ査6番、栗の炎という体型、残り600を通過、先頭中4番コルドン・ルージュ、リードは1シン 2番手12番名三川、名勝三河3番手15番、体勢スラッガー4番手から3番手に接近外から13番、ダッチマン内からは3番、アスクドラメンテバグンの外から10番、アルムブラーブの進出400を通過直線に入りました14番、コルドン・ルージュ先頭リードはニバシン2番手に外から3番のアスクドラメンテが上がってきたさらにはアルムブラーブさらに間から15番の体勢スラッガーオースト1番のバハルダールの追い込みさあ先頭は14番、 14番コルドン・ルージュを捉えて3番アスク・ドラメンテが抜けたオースト1番バハル・ダールが今3番手が2番手先頭3番アスク・ドラメンテゴールイン3連勝です2番手が1番のバハル・ダール3番手14番コルドン・ルージュです